リーグオブレジェンドが何が楽しいかというと、仲間と一緒に成長していくっていうのが私は一番楽しいと思います。私にとってロールはやはりコミュニティを広げてくれるツールかなと思います。ロールをやって本当に私も人生が変わったので、みんなにもそういう形で変えられる人生はあると思うので、経験してもらいたいなとは思いますね。佐々木恵理子です。大学は早稲田大学に通っていて、政治経済学部で政治を勉強しています。今度の4月から4年生になります。このサークルは今70名が在籍していて、初心者から上級者までが揃っているサークルです。1日3ラック回せばいいよ。私は大学2年生の頃あまり友達がいなくて、このゲームを通して友達ができたらなと思って、早稲田大学でコミュニティが作りたくて、ある日ふと思いついてポスターを作りました。やってみてやはり自分に自信がついて、友達がいて仲間がいるということで、大学生活がやはり一人でいても怖くなくなりましたね。ロールを通じて友達がたくさんできて、それをやっぱり他に大学にいる子たちにも広めたいと思っていたので、その子たちに実際にサークルに入って、大学生活変わったよ、すごく毎日楽しくなったよって言われるのが嬉しくて、今まで頑張ってこれました。マイルストーンっていう雑誌があって、それは授業の情報が載っているので、4月には結構すごく多くの人が買って読む雑誌なんですね。そこに乗るっていうことはすごく多くの人の目に留まるっていうことなので、ここに乗れたらすごいことだなってサークルを作った時から思っていたので、それに今年の分に乗ったんですけど、それがすごく印象的でした。今年は絶対100名は行くと思うので、そうなってきた時にどういう運営をするかってすごく悩むと思うんですね。その時に初心者と上級者を分けるっていう発想もあると思うんですけど、私としてはやっぱり上級者には初心者に教えてほしいので、レベルで分けるようなサークルにはしたくないかなと思いますね。でもまあ形は変わっても、そのやっぱり一人ぼっちで大学にいる子たちってすごくゲームが好きな子は多いと思うので、そういう子たちを楽しくしてあげられる、そういう人たちを救ってあげられるようなサークルを作っていってもらえたらなと思います。Oh, my God.